たな心にいるはた。はい、というわけでね、日本語悪語です。コンパイルハート、非公式マーチャン YouTuber のイルハートです。今日はね、まあ前回に引き続き、流星のバルニール×奇跡シリーズのね、コラボの件を聞きまして、イルハートがね、日本ファルコムさん、叩き落としてきました。そして、実現しました夢のゲーム実況イースイート実況プレイパート2やっていこうと思います。1回目の手で取り直してもらっていいですか？わかりました。大丈夫です。お決まりです。1回目の手で取り直してもらっていいですか？わかりました。大丈夫です。お決まりです。はい、というわけでね、イース8実況プレイパート2やっていこうと思うんですけれども、まあ前回がね、ボスをね倒して終わったので、まあ今回は漂流者仲間をね探すのと、あとはこの立ち止まるの地図をね、ごめんね、ちょっと立ち止まってて、で、その漂流者を探すのと、まあ、地図をね歩いて広げていきましょうっていう回になると思います。それでは早速やっていこうと思います。ほい、省略しない。ちょっと待ってね、前にやってからねちょっと空いちゃっててね、操作が怪しい。店長、えらい、ロンバルディア湖。そうだ、もちろんです。そしたら何時見てもいい。お、漂流者の詮索と地図の作成を開始いたしましょう。それまで歩いた場所を確認させていただきますか。全然動いてないじゃん。地図が読めないんだよね。あっちね。了解です。はい、あ、ねえ、ここさ、あれじゃない、最初にさ、あれここだったっけ、この子がさ、お風呂入ってさペチーンってされたとこ。勝ちだよね。さあ行きましょう。ああ待ってた。ああいっぱいいる。これかわいいよね、このキツネみたいなやつ。かわいいよねって言うのが切っちゃうんだけどさ。このね、クソモグラ嫌いなんだよね。この何、遠距離武器はダメなんだよ。遠距離武器は卑怯だよ。北の方角に大きな山が見えます。そうですね、北の方角ってどっちですか。待って、モグラ、うわーい、ごめん、なんて言ってた。北の方角ってどっちですか。北、なんかね、あれなんだよね、もう常にさ、私の向いている先が北みたいなとこあるからさ、こうイルハートがこの大きい木の方を向いたこの木が北だし、まあね、こっちを向いたこっち、このね、この目の前が北みたいなね。すいません、ほんと、ね、いやもうなんか地図を読めるとかさ、なんか道に迷わないってさ、才能だと思うんですよ本当にね。ああ。いや。これかな？赤くなってるし。よし。うわ、なんかやばいのいる。
ですね。身を引き締めてまいりましょう。行きたくない。あれなんだよね。足多い系ってキモくない？何かありますね。なんかあった？今何があった？え、でも何かありますねって言っちゃうね。何でもないです。ですか、これか、これだ。あ、はい、よしよしよし。気持ち悪いよ。もうなんかこのさ、犬みたいな狼みたいなやつ可愛く見えてきたもんね。よし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 。はぁ、もうなんかさ、あのピンクいのが嫌だ。うぇシャドルのようですか。あ、ほんとだ、シャドル。あぁ、ごめんなさい。あぁ、ごめんなさい。あぁ、なんか出た。うぇー、キモい。セイレン麦、麦って漂流するもの。でもさ、さっきのでかいなんか人でも見てるから。何かありますね。ちょちょ、うわぁ、ヤドカリ星人みたいなやつ。ちょっとかわいい。ちょっとかわいくない？てか攻撃効いてなくない？なんで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 。え、弱くない？なんかさ、パイナップルみたいで可愛い。パイナップル？パイナップル。可愛いか。これさ、寄ってくる時の動きめっちゃ可愛い。なんか、あー、出なく出てる。可愛くない可愛くない。やっぱ可愛くない。なんで3しか聞いてないの？やばくない？今一瞬4聞いたね。なんで？やばいやばい。人出番、人出番いる。人、これさ、この子だったら強いとかないかな。なんか、もうこれキャラをね、変えれるみたいなんですけど、足跡がすごいんですけど、人でやばい、人で、うれ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 、ごめんなさいごめんなさい。こっちだな、やっぱこっちだな。よしよしよし。あおい、弱いじゃないか。ほら、あーじゃないの？これ、あー、どこだっけどこだっけ、こっちだこっち。あーしよ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 し、あーしよしよしよし、あーあーあー、よかったよかった。あーあー、死ぬかと思った。あー、でもここで終わりでダメです。ダメだよね。はい、フルーツですね。あ、これね、ココナッツみたいな。ココナッツ。なんかさ、あの向こうのさ、大きい木がね、気になるんだよね。あー、綺麗な海に見えましたね。足音、そうだよ、さっき気になってたんだよ。これあ、消してこ、任せなさい。一息つけそうだな。行くぞ。なんかさ、音楽がなんかなくなった。やだやだ。やだやだ。ああ。ちょっとこういう静かなやつやだ。なんか絶対もさ、後からさ、ドゥッ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 って聞こえてきてさ、クキャーみたいになるやつでしょ？知らんけど。ほら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 。
これってほら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 言ったじゃん。あっ、何なのです。静かに。いいかい。ごめんなさい。なんか人の声聞こえた。おお、助け。こいつさ、こいつさ、絶対なんか連れてきてるじゃん。ねえ、ねえ。誰ですか、あなたは。あれ、ちょ、振り向いたらさ、ほら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 ね、知ってた、知ってたよ。コントローラーブブブブってなったもん、今。アバロドラギル。あ、あの、私さっきのさ、人手で死にかけたんですけど、人手で、お兄ちゃんたち、おじちゃん変なもの連れてくるんじゃないよ。もうやだになってきたよ。ねえ、なんだ
んなに優しくないんですか。初心者にイージーモードでしょこれ。イージーとはって感じなんだけどさ、イージーとはって感じなんですけど。あと一回さ、この避けてさ、頭バーってできたら勝てる気がするんだ。はっ、はっ、はっ、あー、うるさい。待って待って、あー、これを避ける。あー、避けれなかった。ねえ、ねえ、本当にお願いだからさ、本当にお願いだからさ。わしなりに感謝の意を伝えたつもりだったんだが。いやでもよかった。言葉で伝えていただければそれで十分。もうててよかったです。 ね頭めっちゃパラ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 してるんだけど。ほら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 、もうね、やべえ、そういうところだよ。なんて品のない人なの。お前を聞いてもいいですか。おお、わしの名前はサハドノートラス。サハドノートラス。リリク地方で漁師をやって。漁師さんか。なんかネックレスの姉がさ、故郷へ帰るために何？ロンバルディア号に乗ったのよ。カジっていうの、船の父。よろしく頼むぜ。アドルです。落車です。落車です。イルハートです。落車嬢ちゃんか。はい。それにしても流れ着いた先が知っているのですか。やっぱり漁師さんだからね。グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ。悪さをする奴はセイレン島へ島流しにするぞってな。こいさこいさ、どっかで見たことあるなって思ったんだけどさ、21歳拳でドンだよね。絶対そうだよね。すみません、ほんと。このわしもよく親父に脅されてそのためえらいとね、この人のね、この豪快な笑い割りが好き。それだけ。このようにまだいたんだ。知られているのです。いや、少なくとも有名な話だが、ここが実際たまに上陸したなんていうやつもいたが、なんかさ、早くなんだろう、早く場所から獣が気になる。そう、獣が気になるんですよ。早くここ離れないとさ、多分だって死んじゃったわけじゃないでしょ。調べてみ。それにしてもついてないぜ。なんか、うお、起きちゃうとかあるんじゃない。浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな。これあれでしょ、おいしょって引き抜いたら後ろにパコーンって当たっちゃったやつでしょ、きっとね。そりゃ怒るよね。それその顔になりますよね。すごい時ですね。これ何なんだろう、剣。そうだろう。なんかあれみたい、船のさ、そこに沈めるやつ。身を守るために拾ったんだが、そう逆に偉いの割れたやつみたいに見えるからね。
ね、近寄らない方がいいってば。ね、触れない方がいいってば、ほんとにやめなよ。そういうとこやぞ。ほら言ったじゃん。やめてよ。え、あの、第2バトルみたいなやつやだよ。やだよ。やだよ。もう勝てないから、本当に。あ、どこ行った。はぁ。よかった。もうね、本当に、だから早く離れろって言ったんですよ。だが、これでいけない。ファルスはね、イルハートの中でトラブルメーカー認定しましたよ。このバードおじさん。わしもあいつに散々追い回されて疲れちまった。ほんとだよ。おかげでこの通り腹ペコだぜ。おにぎり食べますか。そうだ、お前さんたちの拠点ってところへ案内してく。めっちゃ嫌な顔してる。嫌いなんだろうな、もうこうガハハって笑う人とかね、嫌いなんだろうね。あ、動ける。なんか走り方が可愛い。失礼。でもまだこの子がいる、主人公だね。進んだらいいんだろう。今のさ、人手マンはちょっともうやだ。もう通れないの。あれ、この先ってさ、竜いたか、だろ竜竜で、あ、もうなんかさ、この子たちになんか何、愛着すら湧いてくるよね、さっきのやつが。お前さっきのやつが怖すぎて可愛く見えるってよと思ったけど、ボンネット、ボン、あ、骨、骨ネット、あ、これは、あ、近すぎて見えないみたいな、あるやつ、あるのか。これはなんかマップでさ、緑のペン渡れたりとかはないですね。待って、視点が迷子。うん、そら、あ、こっちから来たんだよね、確かね。え、やっぱさ、さっきの浜辺海岸取るしかないのかな。なさそうだよね。え、じゃあ、あれだな。あの、イルハート個人的ミッション。ヒトデマンに見つからずに浜辺を通る。レッツゴー。ですよね、知ってた。うん。あー、こんにちは。あなた可愛いよね。あら、いいよね。あー。いけた、まあ、見つかったけど無傷だからセーフ。よいしょ。あー、ここ合ってんのかな、こっちで。あー、潜ろう。あー、今頭飛んだ。そんなことない。お宝発見だーって言ってる。豪快だなぁ、ほんとにね。この人きっとね、好きな食べ物カレーだと思う。よいしょ。ねえ、なんかあのさ、変な色のさ、あー、こいつらがいなければさ、綺麗な海なのにね。さ、今日さ、視点が迷子、ごめんなさいね。
ちょっとみんな、酔ってない？大丈夫かな？ごめんね。わっちゃん、わっちゃん、わおーって言った。かわいい。あ、こっちかな、こっちかな。何かありますね。分かった、今。これか。よし。うわー、あ、いなくなられてきた。
です。あ、よかったよかった。よいしょアドミン。こいつは、あれですよ。トラブルメーカー。好きな食べ物はカレーです。すいません、本当に。そうだね、なんかあれだよね、あの、1話で、水色のさ、なんか、触手みたいなの。よいしょーって知らない。なんか、いい人かもしれない。どうやら…お？あなたは…あ、まだ誰かいるんだ。この付近を調べている。あアドル、言葉が出なかった。あれ、悪運の強さだけはお互い相変わらず。この人さ、あれでしょ、あの船でさ、あの子供をかばって、それだったのか、子供をかばってさ、樽素手でパーンってして流れていっちゃってるでしょ。あのドギ様がそう簡単にくたばってたまるかってろ。これですよね。あの後、これが好きらしい。漂流物に捕まって、なんとか、まったく、毎度のこと。感謝してよ。あのな、今回。なんなのですか、この二人は。ね、なんか一気にいかついのが増えてね。あなたが一番楽しそうですけれどもね。今後のためにも、一旦情報交換。見ての通り、ドギのおかげ、もう日も暮れるし。あ、見てなんか後ろにさ、樽みたいなやつとかあるのか。すごいすごい。なんかさ、最初から思ってたけどさ、風景がすごい綺麗だよね、海とかさ。ね、今も星空綺麗だったしね。そうだそうだ、足跡あったもんね、ってね。なんかこのさ、キャンプファイヤーみたいな感じ、いいよね、やりたいね。まだ暑いけど。ちょっとずつね、仲間が増えてきているんだよね。気分でも悪いのか。まあね、疲れちゃうよね、今の子一人だし。ドギさ、なんかめっちゃスタイリッシュな髪型してんね。毎朝こうやってセットしてんだよな。あなたですからね。本来はあなたが倒すべきだったんですけど、そこのところどうなんですか。ほらほらほら、すごい綺麗なんだよ、空がさ。月が2個あったね、もう。あ、第1部精錬と缶、はい、ということでね、じゃあ、第1部、精錬と、缶、
ということで、なんで2回言ったんだろう。ということでね、今回はこの辺でおしまいにしようと思います。いや、ちょっとずつね、仲間が増えてきてね、なんか、いいですね。いいですね。待って。語彙力のなさがすごい。まあね、これからね、また、いろいろね、漂流者もね、出てくるみたいなんでね。まあ、次回も、その、仲間を探すのと、地図をね、広げていくのをね、やっていこうと思います。はい。ということでね、ご視聴ありがとうございました。次回ね、またパート3続きやっていこうと思います。それでは、バイバイ。大好きファルコム。え？ 10 個の目標ですか？いや、覚えてますよ。まずね、まずね、1個目。純不動とかでもいいですか、これ。ね、1個目が、ネプちゃんと共演する。よしよしよし。2個目が、お友達100万人。どの口が言うんだって感じだけど。3個目が、なんだっけなんだっけ、ゲームに出る、ん？ 3 個目がゲームに出るで、ね、4個目かね、4個目がね、歌手デビューだっけ。ま、これはでも半分達成したようなもんですよね。ね、5個目、ね、ちょっと待って。ネプちゃんと共演、ゲームの声優になりたいだよね、確かね。6個目。6個目は、グッズを出したいとか書いたっけ？書いてないっけ？まあ、いいや、7個目。7個目は、なんだっけ、早めやれ、早起きをする。もう絶対違うけど。待って、8個目、は、え？さ、なんかさ、指でさ、10個数えられない。8個目？ 8 個目がね、なんだっけ。なんかツイッターのフォロワーを、あ、思い出した！なんか、あれだよ、VTuber さんのお友達をいっぱい作るみたいな。あった。10個目、あれだよ。コンパイルハートの公式キャラに戻る。ほら、言えた !10 個さすが言えるじゃないですか。えっへっへっへっ、もう、ありがとうございます。すいませんでした。はい。俺の名前は絶対に守ってみせる、あの人みたいに。世界そのものを人質に取るような、長い、とても長い旅でした。英雄伝説、千の奇跡、ファルコン。